聞いたナチュラルガール。はい、皆さんこんにちは。はい、私が誰だか分かるでしょうか。石の卓球ではございません。はい、ケラでもございません。私は避難55、そして爆竹の初代ボーカルをやっておりました荒木と申します。どうもよろしくお願いいたします。爆竹もね、もう今や日本を代表するバンドになりましたが、私が所属したインディーズの時代があったわけで、そういう下積みがあったからこその今現在の爆竹っていうのがあるわけでして、その頃のね、避難55初期爆竹の頃の幻の曲っていうのがね、5曲ぐらいあるんで、それをね今回カバーで再演いたしまして、初期の頃のね、雰囲気を皆さんにねちょっと味わってもらおうかなと思っております。来月には爆竹の新曲 GOGOBT トレインも発売されます。まだまだ活動盛んな爆竹です。初期の頃のその荒々しいね、雰囲気を味わってもらえたらいいなと思っています。それでは皆さん、避難 GOGO トレイン出発です。年も気持ちも変わる、同じことを繰り返す、愛も変わらず嫉妬と私は冷たすぎるぜ。誇れるものが分からなくなる、同じものだろう、スリルすぎるぜ。悲劇は始まる、知らそうば知らすぽい。今度避難55から爆竹っていう名前に変わりましたんで、みんな覚えてください。誰だタグの。過ちに気づき、その時はもう戻れぬ、一人で寂しさを紛らわし続け、旅道のり落ちて残るものはなんだ、一人で寂しさを紛らわし続け、こんな旅道のりを行ってみたい、こんな世界は僕にひざまずくのさ。知りたくないから僕は腕を切り
落とした騙すことを知りたくないから僕は君を拒んだのさ。じっと見るのが怖いから僕は目玉をちぎったのさ。逃げると全て終わっちまうから僕は足を切り落とした。それで僕は答え満足。それで僕は君と同じだ。さっき爆竹鳴らした人がいたんですけど、そういうことはやめてください。じゃあ次の曲いきます。なんとかしないとパーティーパーティー後悔できないパーティーパーティー、ふぬけただけさパーティーパーティー、帰りに咲くぜパーティーパーティー。縛られるだけで無駄なことだね。気づいてないんだ素直なだけさ。昼間バクに刺激され、担当はいつもズタズタ、愛と希望は締め殺した。振り返ら